夏休みだからね。私は帰るよ。してないけど、ノートを見たり教科書を読んだり、あとは睡眠が大事かな。そんなこと言わないで。時間がないときは教科書を読むのが一番だと思う。定着させるのが目的でしょ。教科書は重要なことだけが書いてあるんだから、一番効率がいいと思うんだけど。要点がまとめてある参考書もいいと思うよ。私のを貸してあげるよ。うん。一通りは勉強してあるから大丈夫だと思う。
くんの部屋は久しぶりだね。そうだね、目を覚ましてるナオくんがいる。ナオくんの部屋は久しぶり。褒められちゃいました。そうだ、クッキー焼いてきたよ。気になると勉強できなくて。はーい。ありがとう。味が入ってるから全部試してね。そうそう、これ頼まれてた参考書。うん、頑張ろっか。10分しか経ってないよ。早すぎ。ペンに集中しようとするからいけないんだと思うよ。勉強の仕方は人それぞれだから、ナオくんがいいと思うようにやったらいいんじゃないかな。私に聞くのよ。眠っちゃったのかと思って。そう、あとさ、5月15日って何の日だっけ。それはそうなんだけど、他にも何かあったような気がするんだよね。テストも終わるし、なんかやりたいね。どうせやるなら、ハッと驚かせたいよね。まつりちゃんは知ってるかな。
う寝ちゃってるんでしょ。勉強できたし、うん、構わないよ。いらっしゃいませ。姫様ですね。おはよう、まつりちゃん。帰ったぞ。なんだとはなんだ、お帰りなさいの一言も言えないのか。ん？明日からテストでしたっけ。祭りは？あの子はいつもそうですね。不規則なのは良くないと思うんですけど。本当は私たちが注意してあげないといけないんだけど、あんまり無理しないように見てあげてくださいね。さて、こんなところで立ち話もなんだし、着替えてこよう。
たりして無理するんだから。それまでは非常事態だと思って許してください。